はい、さい、今回は沖縄本島南部にある八重瀬町に来ています。そしてね、今向かっている場所が、グシちゃんの花城海岸の方に行ってみたいと思います。というのも、まあね、今沖縄で問題になっている軽石被害があるんですが、このね、グシちゃんの海もね、軽石が流れ着いてるのかというのをね、ちょっとね、心配だったので見に来た感じです。あ、下バーベキューやってるな。あの、こっちからじゃなくて、人が少ないとこから行こっか。でね、今日、まあ実は南部のあっちこっちの海をね、回ってきたんですが、まあ北部に比べてまだね、南部は軽石、そこまで被害がなかったんですが、このね、グシちゃん、八重瀬町の海がね、実際どのくらい軽石の被害があるのかね、見に行ってみたいと思います。あ、意外と利用者多いな。あ、そっか、ね、今日確かね、大潮なんですよ。なんでもしかしたらね、潮干狩りを楽しんでた人がね、たくさんいるかもしれないですね。なんで車は結構止まってる感じです。まあ、ちなみになんですが、もうね、午後3時過ぎてるんで、土管町は過ぎてね、揚げ潮になってるんで、そこまで、あ、結構軽いし落ちてるな、ね、そこまで今はね引いてないんですよ。満ちてきていますね、どんどん。まあ、とりあえず海岸の方まで行ってみたいと思います。よいしょ。あ、やっぱり波打ち際ライン鳴ってますね。結構流れ着いておりますね。糸満よりも角度的にこちらの方が軽石の被害遭いやすい場所だったのかもしれないですね。糸満はね、このぐらいの列が波打ち際ずっとつながってたんだけど、ぶっといな、ここは。まあ、今こちら花城海岸という場所なんですが、右手がね、糸満でね、左手が、牛ちゃんの海岸だったりするんで、まあおそらくですが、牛ちゃんもね、こういう感じになってると思います。ここは結構いっぱい溜まってますね。あ、思ったよりも溜まってますね。ヤンバル行った時ぐらい、結構これ全部です。ここ全部だ。ザクザクね、踏む音はなんかザクザクしてて気持ちいい感じもしないでもないんですが、
すごいな、これだけ流れ着いたんですね。まあおそらく波の影響とね、潮の流れと風かの影響でね、流れ着いたり、また逆に出かれたりを繰り返してると思うんですが、糸満よりもグシチャン、グシチャンっていうか八重瀬町の海は被害大きいかもしれないです。でね、まあせっかく花城海岸まで来たということなので、まあね、ここで、まあ、有名なねポイントがあるので、まあ、僕の動画を以前からね見てくれてる方は何のことかっていうのねすぐ想像できたかもしれないんですが、アヒル岩をねせっかくなんで映してから、帰りたいと思います、ね、自然の岩でね、海にねポツンとアヒルの形をしたね大きな岩、アヒラブリってね呼ばれる岩なんですが、まあアヒルの岩だよという意味なんですが、この花城海岸には、まあ、スフィンクスっぽいんですよね、アヒルというか、そういったね名所があったりするので、今回はねそのアヒラーぶりまで映して動画を終わりたいと思います。まあそれにしても今日の沖縄はね晴れてくれてたんで、ちょっと前まではね結構暑かったんですが、今やっぱりもう太陽どっちだ、太陽どこだ、こっちか、結構ねもう日が傾いてきてるので、若干ね暑さが和らいできたかなっていう感じがします。でアヒル岩なんですが、まだなんかちょっと人の顔というかゴリラの横顔みたいな感じがしますね。アヒル岩はですね、アヒラブリはこちらです。ドーン、どうだろう、アヒルに見えるかな、スフィンクスですよね、っていうかあの雲がいい感じですね。結構この辺まで続いてるな、このねラインは全部軽石なんですよね。そうだな、糸満よりも角度的にいっぱい流れる場所だったのかもしれないですね。アヒラブリがね守ってくれてなかったみたいですね。でね、左手の方にはグシチャン城跡、城跡があったりするのでね、グシチャンのね海岸があるんですが、グシチャンもおそらくね、まあ寄ろうと思ってたんですが、おそらく同じようなね被害状況だと思うので、まあ今回はねこの辺までで帰り、混む時間にねなる前に帰りたいと思うので、今回は、まあ、この辺で終わりたいと思います。八重瀬町の、まあ、グシちゃんとね花城海岸はね比較的軽いし、まあ北部に比べたらまだ全然少ない方なんですが、糸満とかに比べたらねまだいっぱい流れ着いてるので、ここもね
みんなでどうにかなくさないといけないですね。というわけで今回は八重瀬町の花城海岸アヒラブリからお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまったね。バイバーイ。